こんにちは、食トレーニング研究所所長の管理栄養士の木下智恵です。今日はかぼちゃを使った簡単で太らない料理を3品ご紹介していきたいと思います。かぼちゃは抗酸化力のあるビタミン C、ビタミン E、ベータカロテン、アルファカロテンなどがたくさん含まれている大変栄養価の高い緑黄色野菜ですが、 100g91 カロリーと野菜の中では高カロリーなので食べ過ぎに注意です。今日は大人のための太らない簡単かぼちゃのレシピ紹介していきます。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では1品目、かぼちゃのメープルシナモンロースト作っていきます。オーブンを使ってローストしていきますので、まずはじめにオーブンを200度に設定して予熱を入れます。オーブンで焼く準備ができたら、かぼちゃを皮付きのまま一口大に切っていきます。かぼちゃは 200g です。一口大にかぼちゃが切れましたら、オリーブオイルを大さじ1杯かぼちゃにかけて馴染ませておきます。油と一緒に摂ることでベータカロテンの吸収率が高まります。全体にオリーブオイルを馴染ませたら、天板に均等になるようにのせて200度のオーブンで30分ローストします。かぼちゃ 200g を200度のオーブンで30分ローストしました。ここにシナモンをたっぷりとかけて、全体にシナモンをまぶします。所長はシナモンが大好きなので、シナモンをたっぷりめにかけたいと思います。最後にメープルシロップを大さじ1杯全体になじませて、もう10分200度のオーブンでローストして出来上がりです。でメープルシロップをかけた後も、メープルシロップが全体に行き渡るようにやってあげてください。天板は熱いのでやけどをしないように注意してください。はい、もうすでにとても美味しそうですが、オーブンでさらに10分間ローストしていきます。はい、美味しそうに焦げ目がついて、かぼちゃのメープルシナモンロースト出来上がりました。ちょっと所長はシナモンをたくさんかけすぎたので黒いですけれども、とってもシナモンのいい香りがして美味しそうです。では続いて、かぼちゃのマスカルポーネサラダを作っていきます。こちらもオーブンでローストしていくんですけれども、こちらはですね、皮を取ってローストしていきます。こちらも一口大に切るんですが、このように皮を取り除いてから一枚に切ってください。ちょっとね、硬い時は怪我をしないように気をつけてください。でこちらは、ローストした後に潰していくので、少し小さめに切っておいてください。その方が
火が通りやすいと思います。はい、ではこの後ローストしていきます。オーブンの天板にクッキングシートを敷いて200度のオーブンで30分ローストしていきます。はい、200度のオーブンで30分ローストしたかぼちゃです。これをボウルに入れてしていきます。はい、潰れました。で、潰れたら少し粗熱を取ってからマスカルポーネと塩、シナモンで味をつけていきます。はい、マッシャーで潰したかぼちゃの粗熱が取れたらマスカルポーネチーズを 40g 加えて混ぜていきます。マスカルポーネチーズはティラミスに使うイタリアのチーズです。そして最後にシナモンと塩少々で味をつけてかぼちゃのマスカルポーネサラダの出来上がりです。はい、続いては3品目作っていきます。ジャーマンポテトならぬジャーマンパンプキン作っていきます。ジャーマンポテトのポテトをパンプキンに変えてみました。こちらも 200g のかぼちゃを皮付きのまま一口大に切っていきます。はい、かぼちゃは蒸してから炒めますので、このようなレンジ加熱可能な容器に入れておいてください。私はスリーコインズの野菜蒸しを愛用しています。ダルがついているので、出てきた水分が下に落ちるのでとても便利です。蓋もついています。はい、ではこの中に入れておきます。このように耐熱の容器かお皿に入れて蓋かラップをして 600W のレンジで4分加熱をします。はい、レンジで加熱をしている間に他の切り物を切っていきます。まず玉ねぎ4分の1個こちらをスライスします。そしてニンニク1かけ、ちょっと私のやつは1かけがちっちゃかったので2かけ、用意しました。こちらはニンニク多めが好きであればたくさん入れても大丈夫です。ニンニクの芽の部分は竹串などで取り除いておきます。ベーコンは5ミリぐらいの幅に切ります。はい、600ワットのレンジで4分加熱してきました。火も通っているのでジャーマンパンプキン作っていきます。火をかける前のフライパンにニンニクスライスを入れてオリーブオイルを小さじ1杯入れてニンニクとオリーブオイルをなじませてから弱火にかけてニンニクの香りを出していきます。ニンニクを弱火にかけて香りが出てきたらベーコンを加えていきます。この時も弱火のままで大丈夫です。はい、ベーコンに焦げ目がついて油が出てきたら玉ねぎを加えて玉ねぎに火を通していきます。3分ぐらい
中火で炒めました。玉ねぎに火が通ったのでレンジで加熱したかぼちゃ入れていきます。かぼちゃを入れたら中火にして、かぼちゃに少し焦げ目がつくまで炒めていきます。かぼちゃに焦げ目がついてきたら味をつけて仕上げていきます。味付けはコンソメ小さじ1/2杯、塩、胡椒、主張はクレイジーソルトを入れていきます。クレイジーソルトの中にはハーブも入っているので味が決まりやすくなると思います。で、味を見て OK だったらこれで完成です。はい、ジャーマンパンプキン出来上がりました。とっても簡単で美味しそうです。はい、かぼちゃで3品作りました。かぼちゃのメープルシナモンロースト、かぼちゃのマスカルポーネサラダ、ジャーマンパンプキン、どれも簡単な料理ですので作ってみてください。今日作った料理食べてみたい、作ってみたいと思った方はいいねボタンでお知らせください。これからも太らない簡単レシピをご紹介していきます。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と通知をオンにしてお待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお目にかかれることを楽しみにしています。オンラインで一生太らない栄養学入門料理教室開催しております。詳細は動画説明欄よりご覧ください。